ったわけです。でもちょっと初めて行く焼肉屋に行きたいねんけどさ、今から行きたいその焼肉屋がアンアンって言うねんけど、アンアン、アンアンっていうドラえもんチックなYouTuber を応援しているお店なんですよね。昔なんか YouTuber で何人以上やったら食べ放題1000円キャンペーンみたいな、そんなんやってる感じをやってた焼肉食べ放題のお店なんですよ。そこが関西にあんまり馴染みなくて、結構その動画を撮りに行ってるのが関東の YouTuber の方が多かったんですよ。いや、そんなあんあんさんで久しぶりにあんあんで焼肉食べ放題、果たして何キロ太るのかやっていきたいと思います。久しぶりやね。体重はやっぱり日々高めてさ、健康チェックにもなるから、何回か測ってないの、そういえば。この企画自体が久しぶりすぎて。で、そこで森先生のバンガンの実態というかさ、ほんまにうまいっていう。最近そんなに正直にというか、正直に言いつつ、ちょっとそういう企画やっていこうかなという感じでございます。それでは早速、やっていきましょう。やっていきましょう。それでは体重を測っていきましょう。レッツゴー。よし。筋電流こそうと思うから。そうだな、ちょっと映ってたもしかして、ちょびっと大きくなったよな、その首は可愛いよな、泥棒猫やからいや泥棒猫やもんな、私がハート盗んだもんな、久しぶりすぎて体重計ほこりかぶってるよちょっと着替えてきまーす、全部脱ぎまーす。それではニダルで測っていきたいと思います。増えたね。61.1 キロということで、早速目的地までゴー。腹減った。大阪のなんか心斎橋の方らしいんですよね。なんかすごいこんら辺の雰囲気さ、新宿のゴールデン街っぽくない？この看板の雰囲気の感じ絶対そうやろ。ちょっと意識してるやろ。好きな子にちょっかいかけるぐらいの意識はしてるやろ。というわけでもう間もなくというところなんですけども、いや大阪関西の方マジでさ、あんあんなくて7店舗ぐらいしかないらしいんですよ。しかもそれが全部大阪、大阪にしかあんあんはないらしいんですよね、関西は。淡路島に行こう。発見、あんあん発見。早速じゃあ入っていくか。はい、店内に着きました。食べ放題のメニューが、まあ、3つあるということで、うん、まあ、満腹コースとあんあんコースとデラックスコース、おー、まあ、それぞれ1900円、2800円、3500円なんやけど、一番いいやついこう。一番いい3500円のやつで、まあ、どこまで食べるかっていう感じなんですけど、100分めちゃくちゃ多いよ。結構あるな。普通に映画ぐらいあるから。じゃあ頼んでいきますか、早速。はい、おすすめのトップが海鮮ニラチヂミやねんけど焼肉屋じゃないん。まあ、適当に頼んでいくわ。うん、お願いします。こんな大きいエビまで食い放題のメニュー、あんあんハラミっていうのがあって、あんあんハラミ、柔らかつけハラミ、キムチ、あとはカルビと、で、あとエビとね。じゃあ早速焼いていきますか。こんな若干こいつ見て顔色悪ない？確かに、なるな、寒い日のプール入ってるやつの唇みたいなでも七輪でさ、食べ放題の店ってあんまなくない？あったっけ今までっていうレベルやんな。あ、ここらへんちゃう？1500円握りしめてこいみたいな。 あれ確か七輪や。そうや、そうやったな。食べ放題でこれは嬉しいわ。店の名前自体が七輪焼肉みたいな感じやから、結構そこ押してるんやな。押してるで思い出したけどさ、好きみたいなその押しっていうんだけど、分かる？ああ、これを一般の人は使わんかったけど、最近普通の人も使ってる。何々押し、押してるみたいな。なんか押しとかおる？例えば言ったらグループの中で誰々押しみたいな。いや、まあ何でもいいよ。ソフトバンク押しとか。ああ、そういうこと。うん、機種は何押し？あれはチームや。あ、チーム、野球チームや。ちなみにメニューはこんな感じです。デザートも食い放題やんや。もう当店のメニューを食い尽くせる贅沢なコースやって、一品も野菜も海鮮もサラダもご飯もトッピングもデザートも、まあ、お肉系も全部いけるみたいな。ちなみにタレが3種類あって、甘めのタレ、さっぱりダレ、レモンダレ。いただきます。タレがうまい。これはちょっとどうなんだろうか。どっかで聞いたことあるやろ。タレがいける。いや、タレ？タレつけますか？
ったりつけました。いや、こっち肉褒めようや。焼肉の店主に直接言われてんで、タレがうまいんやって正直どうよ、お肉は。え、どうなんやろな。いや、だからそういう意味でこういう産地とかに巻いたらお任せるじゃないけどさ、ダメなとこはこう包み隠せるというかこの値段なら全然妥当なクオリティですか。どうしたん？親子が好き。嘘やん。いや、マジマジマジ。だって身は焦げてないもん。うん。うん、美味しい美味しい。あ、ほんまに。うん、中身剥いたエビです。うまそう。うわ、エビめちゃくちゃうまいわ。やばい。焦げてない？うん。やっぱ一番うまい。じゃあ第2波焼きますか。今これ流れてたらあれじゃない、黒毛和牛780円みたいな。ほんまやん、おいしいです。はい、第2回戦ということでご飯2杯目頼んじゃいました。食いますね。いや、でもさ、そんな肉ばっか食ってさ、体にやっぱあれやんか。こういうのも食べ。なんこれ、チョレギサラダ。サラダでかすぎえ、知ってる？何事もほどほどにまあでも野菜も取らないな、確かにな。そうそうそう。あれうまいな。嘘やろ。染み込んでる方のハラミすげえ美味しい。あ、ほんまに。アンアンのハラミよりこっちの方がなんか本当に味が染みてる感じがして僕は好きですね。一番好きなのは染み込みにさらに甘めのタレをつけて、キムチとこの味噌、この味噌を乗っけてミニ焼肉セットを作って、これ包むと、ちょっとな、ここで面白い話があんねんけど、うん、アンアンの公式ホームページにちょっと自虐的なネタが挟まれてるんや、公式ホームページに。そうそう、そう、それがアンアンクイズっていうのがある。アンアンクイズ？アンアン。おーおー、なになに、面白そう、答えたい答えたい。頑張って鬼退治をしたから焼肉が食べたいって言われたというクイズに対して、アンアンでいい、アンアンではないという二択があるわけないよ。退治したから、なるほどなるほど、焼き肉連れてってくれと。いや、キジさん、あっこほんま良かったわみたいな。いや、もうモモさんの最後のこれでしょみたいな、良かったですよみたいなとか。あんた言ったらモモ太郎なわけですよ。なるほど。お前らお疲れっつって、そうそうそう、アンアン行く言えんかもしれん退治されそう、逆に。いや、いい場所やけど結構大役やんか、鬼退治って。あ、いい家かな。ほんで、そのいい家を押すと、うん、なんとそのサイトから叙々苑のサイトに飛ぶようになった。マジ、うん、え、だって別に系列店とかじゃないよ。もう完全な自虐やね。自虐、そう。なんか好きになったわ。やっぱアンアンがいいわはい、見つけました。はい、見つけました。はい、はい、頼みます。元気出るぞ、これで。届きました。ニンニク、エビニンニクアヒージョ、えのきバター。はあ？何これ、食の暴力うますぎるやろ。久しぶりにこれ食の暴力受けたわアンディフグからかかと落とし食らった気分やわ。これほんまにめちゃめちゃうまい。考える中一番なんか最強じゃない。確かに。犬やしゃに仕込んの玉みたいなもんもうかけらとかじゃないよ、もう玉や、もうまんま。続きまして、チーズでございます。チーズもね、食べ放題なんよ。これを、尻の上に乗っけてトロトロの状態にします。トロトロになります。先ほど焼いていた焼肉とキムチ、ここにつける。チーズとカルビじゃねえか、これ。うまや。いや、最高じゃん。すごくない、これ。いただきます。チーズタッカルビ専門店ってあるやんか。それってそれしか食われへんやん。てか、まさかメインやんか。本来これ焼肉がメインやから、これサブやからね。なんだら最高だわ。あー、結構食ったな。食べたね。一旦ごちそうさま。5回くらい頼んだんじゃないはい、ラスト、こちらのデラックスコースの醍醐味、デザートなんですよね。プチシューアイスクリームと抹茶アイス、ミルクティーアイス。
もうミルクティーバカうまいねんけど、こう焼き肉食った後ってなんでこんなにもね甘いものが美味しく感じるんだろうな。油分がこう多いものを食った後のアイスってマジでなんかもう生産される気するよな。カロリーが案外体重測ったら1個も増えてないとかあるよ。ある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 ごちそうさまでした。じゃあ帰って体重測りますか。はい、ただいま。いやー、うまかったな。最後測っていきましょうか。あれでな、さっき食う前は 61.1 キロだったな。いや、結構食ったよな。どんぐらい増えてると思う？どんぐらい増えてると思う？それでは最後測っていきましょう。さっきと同じようにちょっと脱いでいきたいと思います。あー、はい、脱ぎ終わったので測っていきましょう。ちょ、邪魔せんといて。すっごい体重計乗るやん。こちら 62.6 キロ。ってことは 1.5 キロ増でございます。じゃあエンディング撮るよ。おお、すごいな。急にエンディング一緒に撮ろうと思ったのに。はい、 1.5 キロ増えたということで、ドラえもんお家を出してよ。この動画を出してよ、ドラえもん。みんな現場放棄やん。というわけで以上、あんあんさんを食べたら 1.5 キロ増えました。あ、またこの値段だったらすごいいいクオリティだなと思いました、ね、本当に、おしゅうございました。ということで、たけやき初めてのあんあんでございました。ということで、また次回の動画でよろしくお願いします。